我が輩は高貴な狐、すごくて賢い、その上に優雅でとっても素敵な領民たちの憧れの的、後世に名を残すこと間違いなしの偉大な宇宙短大最上義明である。これはそんな最上義明による波乱に飛ぶ物語である。舞い上がれ我が輩、天下への秘策。今宵のご飯はランララン、ラン二頭丸ごと、ふんふんふん。あの奥方殿を人質にして前田を東軍に組み入れる、それを手柄に我が輩は家康君に一目置かれ奥州を頂戴する。さすが我が輩、見事で素晴らしい策。さあ誘拐されてくれたまえ松殿、我が輩の超絢爛オビリス行動開始。前田の本分とは、1に待つ、2に待つ、3に待つ。前田利家、最も大切なものを守ろう、この命をかけて。ああ我が輩よ、人目を忍びたいのにどうして気品があふれ出てしまうのだ。おい、そこの人、前田に何か用向きか。無視無視。お前この辺りじゃ見ないヒゲだな。そうだろう、我が輩自慢の。つい答えてしまった、我が輩のお人よし。我が輩は怪しくもなく名乗るほどでもない、通りすがりのとっても素敵な紳士だよ。前田の本分とは、1に家、2に武芸、3に犬千代様にござりまする。前田利家が妻松犬千代様のあるところ。松、素敵な紳士だぞ。まあお初にお目にかかりまする。松、こちらの人はなって誰だっけ。我が輩かい。人呼んで素敵紳士、おい紳士の国から来た素敵な武将だよ。諸君しっかり身代わりになりたまえよ。我が輩の手引き書の通り、手段を選んではいけないよ。困ったぞ、もう飯がない。ああ、たとえようもなき一大事。いざ、あの場所へ。飯だ。遠い国の素敵紳士をもてなすぞ。はい、直ちに。まずこの嫌ですわ、犬千代様ったら。紳士の国ってどんなところなんだ。
毎日朝から紳士大将に紳士比べに紳士相撲、紳士おやつに紳士宴会の紳士天国だよ。我が輩はお忍びでさすらっているのだよ。出会った人には即挨拶、お忍びの基本だね。その通りだな。改めてよろしく。我が輩に会えるとは貴公らも運がいいね。記念に署名入り色紙をくれてあげよう。松、鍋敷もらったぞ。ありがたく頂戴いたしまする。最上さん、もしかしたら香水つけてる？右ひげギュン、左ひげもギュン、カツとギュンギュンする。玄米茶、熱すぎたら打ち首。気候には素敵紳士は無理だろうね。ヒゲの手触りで雲行きの予知もできるのだよ。明日は我が輩の出世を祝う日本晴れだね。そこの茂みに蝶々が住んでるだろ。我が輩のヒゲが気に入ったようでね。ほら止まった。無邪気なアゲハにござりますれば。今日来たばかりの人に懐くなんてすごいの。おひげにも寝癖はつくのでござりませんか。いかにも、うつ伏せに寝るとペタッとなるよ。見事に尖ったおひげ、まるで栗の伊賀のよう。いかにも、顔を洗うとチカッとするよ。ところで、紳士ってなんだ？偉いのか？いかにも、紳士は偉くて優雅。ピーンと尖ったヒゲが紳士への第一歩さ。それがしもヒゲ、伸ばしてみようかな。伸ばさないでいる理由が全くないね。時間と銭をばらまいて頑張りたまえよ。最近うちの寮内出るんだって。夜中に茂みから声が聞こえたって。不可能がなさすぎるのが目下の悩みだね。やっぱりヒゲがあると暗闇でも歩けるのかな。犬千代様、ヒゲと触覚がごっちゃになっておりますれば。騎士への署名なら後にしてくれたまえよ。うちの子、ヒゲが蝶々の霊見たって。怖え。ヒゲが蝶々、ある意味素敵紳士に憧れるならこれをくれてあげよう。我が輩一押しの超上品襟付けヒゲだよ。うわ、やったぞ。松、超人証明の素敵紳士ですよ。犬千代様、夕げが待ち遠しくてたまらないよ。奥方殿の煮しめは大変おいしいからね。ありがたきお言葉にござりまする。ですが何故松目の献立をご存知で。きっとうますぎて噂になってるんだな。なんかこの間殿がしょぼくれてたんだけど。してもいないつまみ食いを怒られたってさ。松様怖え。我が輩が本気を出しては味気ないだろ。ちょっとくらい手加減してよ。お野菜を送ったら喜んでくれるかしら。前田の本文とは、1に待つ、2に待つ、3に待つ、犬千代様にござりまする。
犬千代様、ごっちゃになっておりますれば。待つ、それがしはもうダメだ。あの夫婦はすっかり我が輩大好き。直接東軍に誘っても問題ないと見たよ。利家君、貴公らを東軍へ迎えに来たよ。いきなり何ぞ。今なら漏れなく東軍の副副将だよ。副将？我が輩に決まってるじゃないか。それがしは東軍にも西軍にも入らない。前田は中立を貫く誓いを立てた。素晴らしい、超紳士特別待遇だよ。前田は人を虐げる戦には加担いたしませぬ。東軍に入れば漏れなく得点満載。さらに今なら手間賃は我が輩が負担。得点でおまけか。犬千代様、おまけに引かれてはなりませぬ。東軍の得点は1に米、2に野菜、3に我が輩。なんと、なんと。それがし、ズボを疲れた。さんの素敵な我が輩に夢中なのだね。お米にお野菜とは一大事にござりまする。利家君、東軍に参加するね。それはできない。お断り申し上げます。近づくと呪われてしまうよ。この我が輩がここまで頼んだというのに、もう我慢の限界だ。入りよ、我が輩の超踊竜角ありゴーゴーゴー。松殿を捕らえるのだ。出てくる場所が違うではないか。